はい、えー、皆さんこんにちは、えー。本日は2020年12月14日月曜日でございます、えー。いかがお過ごしでしょうか。えー、今日はですね、あの私が会社に勤めてた頃のことをちょっと思い出して話してみようと思うんですけれども、まあの会社って朝朝礼っていうのをねやる会社が多いと思うんですよね、日本では。 まあ外国の会社ではあんまりそれは見られないんですけどこれは日本独特のルーティーンだと思います。朝みんな立ってね、えー、いろいろ、挨拶して、まあその日の,あのスケジュールとかね、確認する。まあそういう会社は多いと思います。まあそれも日本のユニークなルーティーンなんですけども、さらに言うとですね、私があのー、会社員だった頃、まあその事業所によってはやるところやらないところあったんですけども、ラジオ体操をね、やって、 やってたんですよね、うん、ラジオ体操でこのラジオ体操ってねなんで朝礼でやってたのかなっていうことを改めて、えー、ちょっと考えてみました、うん、それでね、まあ、結論から言うとまあ気づいてない人も多かったのかもしれないけど実は2つあったんじゃないかというのが私の今の考えです。 で、それは何かというと、一つはね、健康。で、もう一つはね、同調なんですよ。で、あのー、一つ目の健康というのは、まあ当時から、まあ分かってやってましたけれども、やっぱり体を動かす朝ね、一番。うん、体硬いですしね、まああのー、動かして。 で、今日一日元気に始めようというのはね、一つ考え方としていいと思います。で、特に営業の人なんかこう、車を運転して外出かけますんでね、あの、事故があっちゃいけないし、やっぱりしっかりとこう、ブレーキもね、早く踏んで、えー、行かないといけないということで、安全運転しなきゃいけないということで、えー、やっぱ体を動かして、ね、怪我のないようにっていうのは一つあると思うんですよね。で、もう一つ目のこれなんですが、同調という効果が実はあるんじゃないか。 っていうことなんですよ。要するにあのみんなが同じ動きをすると、ね、いうことでこれによってこう集団としての一体感というか協調性というかそういったものが生まれやすいんじゃないかそういう効果があるんじゃないかということなんですね。 あの、やっぱり日本の、日本人っていうのは、あの、そうやって集団で一体となってこう一つの目標に向かってね、やっていくって言った時にすごい力を発揮する。まあそれが今までの日本の会社のやっぱり力の源泉ではないかと思うんですよね。だそういう意味で、やっぱりラジオ体操っていうのは結構、まあ大きなね、えー、力を発揮してたんじゃないかっていうことですね。 でよく調べてみると本当ラジオ体操ってもうずっと前からもう戦前からやられてたんだそうなんですがで爆発的に全国的にね、えー、やってたんだけど、まあ、第二次世界大戦が終わった後とに、まあ、GHQ があのアメリカから来てでこれを中止したらしいんですよラジオ体操やるなと。要するに日本人の,その集団性その力の発揮の仕方っていうのはこういうところにやっぱり。 あるんじゃないかっていうことを思って、それで、えー、ラジオ体操禁止っていう時期が、えー、しばらくあったらしいですね。で、戦後4年間ぐらいはラジオ体操ってやられてなかったんですけども、その後また復活して、また全国的にね、広まったっていうことでございます。はい。なので、まあラジオ体操がいいのかどうかわからないんですけども、やっぱりそのチームワークをこう培っていく上で、なんか、 あの、同じことをみんなでやるっていうのはね、一つ同調という意味ではあ、効果を発揮するのかな。まあそういう意味では何か一工夫、あのー、してみてもいいんではないかな、なんていうふうに、ちょっとラジオ体操のことを考えつつ思った次第でございます。はい、えー、今日のところは以上でございます。えー、もしよかったら、あー、いいね、それからチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上です。